ハレルヤホサナセイの美しい賛美また力強い賛美に心から感謝いたしますまたヘプシバ賛美チームにも心から感謝しますえ今日私はヨハネのネのシロ録11章3節から8節の御言葉を通してメトセラと2人の証人という題名で御言葉を語りたいと思いますメトセラと 二人の証人先週私たちはエノクについて見てみましたこのエノクは神様と共に歩むことができた決定的な動機は何かというとこのエノクの息子であるメトセラでした創世記5章22節からを見ると神様と共に歩み始めた時が メトセラを生んだ時であったと語っていますね。なぜなら、このメトセラが生まれた時、神様は江の国に向かって世の終わりに対する御言葉を下さいました。それでメトシェラという名前を付けたわけです。その名前の意味は彼が死ぬと世の終わりが来るという意味であります。神様は啓示を下さったわけですね。 この息子が死ねば世の終わりが来ると。そしてその御言葉の通り、このメトシェラが聖書で一番長生きした人物でありますけれども96、969歳になったとき、そのときがノア600歳のときでした。ノア600歳のときは洪水が起こったときですね。ですから、古代のユダヤ人の本を見てみると、メトシェラは。 ノア600歳の2月10日に死んだと記録されています。そして7日後にノア600歳2月17日に洪水が起こったわけですね。ですから、エノクに与えられた御言葉の通り、メトシャラが死んだときに世の終わりが来ました。このエノクは、 刑事を受けてから自分の息子を見ながらいつも世の終わりに対する信仰を持ち続けましたその結果神様と共に歩み変化の祝福を得ることができたわけですでは私たちにもこのようなメトシラのような何かが必要だと思います世の終わりに対する意識を持たせる また神様と共に歩むことができるように動機を与える何かが私たちの暮らしにも必要だと考えられます。では私たちにもメトシェラのような何かがありますかまたこの時代にメトシェラは何を意味しているのか今日私は一緒に見てみたいと思います。まず一番目にイエス様の書林と十字架の事件は 世のの終わりり始まりですメトセラが死んだら世の終わりが来ると言いましたけれども今この時代の世の終わりはいつから始まりましたかキリスト教の教理の中で、えー、終末論という、えー、教理があるんですけれどもその教理を見ると世の終わりについて大きく2つに分けることができます。えー 大きな範囲のの終終末末と小さなな範範囲囲があります大きな範囲からを見るとイエス・キリストがこの世に来られた時からもう世の終わりが始まっているというえそうやって認めているんですね、教理として。ですから処理の時から再臨の時までの全ての期間が世の終わりであります。特にイエス様が十字架にかけられて死なれた時から 新しい時代を開かれました。それが世の終わりです。そして復活によって新しい時代が開かれ、また新しい存在、新しい集まりが誕生しました。それが教会ですね。教会。新約の教会はイエス・キリストの十字架とまた復活によって始まったわけです。ですから、この教会というのは、 世のの終わりりたために建てられた集まりであるということですこの教会が誕生した過程を見ると教会はキリストの神父ですよね。アダムの妻エヴァを創造されたそういう過程と似ているということを悟ることができます。創世記2章21節から22節を見るとこう語っています。 神である主は深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取りそのところの肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げその女を与えたと語っています。アダムを深く眠らせてあばら骨を取って女を作ったと語っていますね。では イエス・キリストの神父である教会はどのようにして創造されましたかヨハネ19章34節を見るとこう語っていますしかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺したすると直ちに血と水が出てきたと語っています教会はイエス・キリストの血によって血潮によって変われたと語っています その血潮はどこから出たかというと、脇腹から出たと語っていますね。脇腹。脇腹というこの単語がギリシャ語で、えー、プ,リプリューラと言います。プルーラ。創世記2章21節から22節を見ると、えー、アバラボネという単語が出てきましたよね。この旧約の聖書を ギリシャ語に翻訳した70人役を見るとプルラという同じ単語を使っています。ですからアダムは深く眠りにつきましたよね。イエス・キリストも十字架で深く眠りにつかれました。しかしイエス・キリストの十字架の死は永遠の眠りではなくひとときの眠りだったわけです。そしてアダムの場合はアバラ骨から骨を 取りましたけれどもイエス様の場合はその脇から血,血が出たと語っていますよね。アダムもイエス・キリストもその女を作り上げた過程が似ているわけです。このように教会というのはイエス・キリストの脇腹から出た血潮によって建てられたものであります。そして世の終わりのために建て上げられた集まりであります。教会に通う信徒は 世の終わりに暮らしているということを私たちは悟,らながら悟りながら暮らさなければいけないんですね。また、メトシェラが世の終わりが告げられる時に生まれたように、教会も世の終わりが始まる時に与えられた集まりであります。江の国、神様は語られましたよね。あなた,の息子をあなたは息子を産むと。 あなたの息子が死ねば世の終わりが来ると語られましたイエス・キリストも同じように十字架で死なれた時に教会も新しく始められましたですからこの時代のメトシェラは何ですか教会でありますこの時代のメトシェラは教会です大きな2番目に2人の証人の死は後の3年半の始まりです今日の本文、目白く 中1 11章3節から8節を見ると2人の証人という存在が出てきますよね。この2人の証人は獣に殺されることを語っていますま。この黙示録はいろいろとも難しい内容が記録されているわけですけれども読んでいくとですね頭が痛くなるわけです。じゃあこの 2人の証人は誰なのかを私たちは悟らなければいけません。多くの人々がこの2人の証人について語ります。例えば、モーセとエリアだとか、エノクとエリアだとか、いろいろな解釈があるわけですよね。しかし、多くの人はこの誤解をして間違った、えー、解釈をするのはですね2人という、2人という単語があるからなんですね。しかし、この 2人というのは本当に2名のことを表すのではなく象徴的な意味があるということです。例えば、新明紀19章15節を見ると、どんなトがでもどんな罪でも全て人が犯した罪は1人の証人によっては立証されず、2人の証人の証言。 または3人の証人の証言によってそのことは立証されなければならないと語っていますね。例えば、ある人を罪人だと認めるときにです、ね、裁判するときに1人の人、1人の証人だけではダメだと少なくても2人の証人が必要だと語っています。そう2人の証人以上がいなければ裁くことはできないと語っています。ここを見ても2人の証人と語っていますよね。 この2人というのは証しをする人を意味する数字でありますイエス様もこの聖書の箇所を用いて御言葉を語られましたヨハネ8章13節を見るとパリサイ人たちがこう語りましたねパリサイ人たちがあなた,のあなたは自分のことを自分で証言していますだからあなたの証言は真実ではありませんと語っていますね どういうことですかイエス様は自分自身を神の息子でありメシアだと語られたわけです。しかし、誰が明かししましたかイエス・キリスト自身が一人で明かししたわけです。これを見ると、弟子たちがしっかりと証人として使命を果たすことはできなかったと、しっかりとした信仰がなかったということを意味しています。あなたの先生がメシアなのかと聞いたときに、しっかりと答えることはできなかったわけですね。 ですからパリサイ人が言うんですね。立法を見ながら、あなたは自分のことを自分一人で証言しているんだと。え二人は必要じゃないのかと。なぜ一人で証しするのかと。あなたは間違っていると言うんですね。その時、イエス様はどう語られましたか ?17 節を見ると、あなた方の立法にも 2人の証言は真実であると書かれていると認めておられますね。あっているよと。私も聖書を知っていると。あなたの語っていることは間違いがないと。そして18節に何と語られましたか私が自分の証人であり、また私を使わした父が私について証されますと語っていますね。この意味は何かというと、イエス様は 自分自身、ご自身が2人の証人だと語っています。ご自身の中にある父が証しし、また自分自身も証しているため、2人だと語っているんですね。人間の考えから言うと、おかしなことを言うわけです。うん、無理やり、えー、合わせているように見えるかもしれませんけれども、イエス様が語っておられます。 イエス・キリストがまことの2人の証人であると語っているわけです。では、黙示録11章に出てくる2人の証人、この2人の証人が殺されるわけなんですけれども、これがまたイエス・キリストかというと、どうでしょうか。この黙示録11章、破説を見ると、2人ではなく、数多くの集団であるということを語っています。 ヨハネの目示録11章8節を見ると彼らの死体はと語っていますね。彼らの死体はと。このギリシャ語を見ると2つの単語なんですけれどもプトマアウトンという単語です。プトマアウトン。プトマは体という意味があります。死体だということですね。またアウトンというのは彼ら。 彼らという意味なんですけれども、キリシャ語で見ると、プトマは単数形で記録されています。また、アウトンは三人称複数形で語られています。また、所有代名詞で記録されています。ですから、代名詞と名詞が出てくるんですけれども、代名詞が就職する名詞が単数なのに、 複数形で記録されている。だから、えー文、文法的に見るとですね、間違っているわけです。しかし、聖書を見ると、このような集団が多くあります。これは何かというと、えー、コリント第一の手紙10章17節です。第一コリント10章17節を見ると、 パンは一つですから私たちは多数であっても一つの体ですと語っていますね多くの人がいるわけですけれどもそれも一つの体だと語っています教会ですよね教会はイエス・キリストにあって一つの体です例えばニューヨークにも教会がありまた全世界に教会がありますけれどもすべてが一つの体なわけですキリストにあって そして教会の中には多くの人がありますいますよね。多くの、多数であっても、多数であってもと語っていますね。ですから、体は1つであっても多くの人が存在しているわけです。この2人の証人も同じです。2人の証人の,この死体のことも同じなんですね。複数形でありながらも単数形であります。ですから、この2人の証人というのは何かというと、教会を意味しています。 ですから第一コリント12章12節を見ても体が1つでもそれに多くの部分があり体の部分はたとえ多くあってもその全部が1つの体であるようにキリストもそれと同様ですと語っていますねキリストが頭でありすべての教会は1つの体なわけですですから私たちの頭であるイエス・キリストが2人の証人でありまた私たちも 同じ二人人の証でであるわけですねまた今日の本文を見てもこの二人の証人の他の名前がありましたよね日本のオリーブの木また二つの食材だと語っておられました特にこの二つの食材と記録されていますけれども目白録一章二十節を見ると、えー、私が右の手の中に見えた七つの星と七つの金の食材についてその秘められた意味を言えば 7つの星は7つの教会の見つかりたちであり7つの宿題は7つの教会だと語っています。この宿題は教会です。すべて2人の証人も教会を意味しているわけですね。なぜこのようなさまざまな名前を使われるのかというと教会にもいろいろな働きがあるわけですよね。2人の証人というのは証しする教会の使命を意味する名前であります。 教会の使命はイエス・キリストの証する証人となることです。私たちは証しをしなければいけません。では、どのような人が主の証人となることはできるでしょうか使徒行伝一章派説を見ると、しかし精霊があなた方の上に望まれるとき、 あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となりますと語っていますね。使徒行伝1章4節からを見てみると、父が約束されたその精霊が来るまでには決して外に出るなと語っておられました。エルサレムから離れてはいけないと語っておられたわけです。それはどういうことかというと、精霊が。えー 望まなければ、望まれなければ、承認となることはできないということです。しかし、精霊が宿ってからは、承認になれると、承認になることができるために、全地に出て行って、承認となれと語っているわけです。精霊を受けた者たちだけが、主の承認となることができます。では、この精霊、精霊様はどのような存在でしょうか。精霊は 三味一体の神様でおられるその一つでありますよね。キ,キリスト教では三味一体の神を信じます。父、御霊そうですよね神様ご自身であり、聖霊というのは人格的な存在であります。ですからこれを整理してみると、証人は聖霊を受けたものであり、また聖霊を 受けた信徒は2人の証人であるということです。精霊が人格があるもので方ですから、私たちの中にある精霊が証しし、また私自身も証しするために、私たちは一人一人が2人の証人であるということです。皆さん、それを信じることはできますか私たちはイエスが主であると告白しますよね。 皆さんも告白しますよね本当に心から信仰によって主がイエス・キリストだと。その告白をすることができるのは私たちの中に精霊がいるからです。精霊がいるということは宿っているということは私たちももうすでに2人の証人になっているということなんです。この2人の証人というのは小さな意味から見るとイエス・キリストが証人であり、また 精霊が宿っている信徒一人一人が2人の証人であります。また大きな範囲として見ると、この集まり、集団、教会が2人の証人であるということができます。今日の本文を見ると、この2人の証人の教会が最後にどのようになりますか獣によって殺されると語っていますね。それが えポイントです今日の本文を見ると、題名がメトシェラと2人の証人なわけですよね。どちらもメトシェラが死んだときに、また2人の証人が死んだときに、世の終わりが来るということを語っているわけです。2人の証人が獣に殺されると、えー、獣の時代が来るわけです。それが、えー、よく語る。 3年年半半です後3年半聖書では世の終わりに7年の大観難が来ると語っています。それを半分に分けて前の3年半、また後3年半、2つに分けることができます。7年の大観難を半分に分けて前3年半とまた後3年半に分けることができます。 前3年半も観覧ではありますけれども、この時は2人の証人が活動するわけです。御言葉を語り、そして教会に集まって礼拝を捧げます。しかし、苦難が来て観難が来ます。しかし、獣によって殺された時からは、後3年半が始まります。後3年半というのは、御言葉がえ終わり、教会がなくなり。 教会が閉ざされて本当に苦しみの時であります。今日の本文ではこの2人の証人が主の十字架にかけられたその場所で殺されると語っています。それが黙示録十一章8節では何と語っているかというとソドムでありエジプトだと語っています。主は、えー エルサレムで殺されたわけですよね、死なれたわけです。ソドムとエジプトではありません。ですから、これは十字架が建てられたその場所を意味するのではなく、霊的に見てですね、ソドムとエジプトのような、ソドムとエジプトのような堕落した世の中を意味しているわけです。イエス・キリストも世の中に来られて、迫害されて殺されました。教会も同じように、この世の中から迫害され、 また殺されるということを私たちに示しているわけです。では3番目に、教会が死ぬというのはどういうことでしょうか教会はどうやって死にますか ?2 人の証人が死ぬというとき、各個人一人一人が皆、本当に命を落として死ぬんですかそうではないわけですよね。教会が死ぬというのはどういうことかというと、教会が閉ざされて、 その機能を果たすことはできないと、役割を果たすことはできないことを意味しています。まず一番目に、教会は証しをした後に殺されます。ですから、神様が与えられた証しがあるわけです。私たちに御言葉をくださいました。その御言葉を伝えるわけですよね。証しするわけです。私たちに与えられた御言葉を伝えてから、獣が2人の証人を 殺すことはできるように許されると語っていますですから証かしをするまでには殺されないということも意味しています神様がそれを守っておられるわけです私たちの与えられた使命が果たされてから証しする使命を果たされてから迫害を受けて閉ざされて殺されるということを語っています ですから私たちは神様の御言葉を一生懸命伝えなければいけません。そうしなければ世の終わりが来ません。また24章14節を見ると、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますと語っていますよね。この明かしを全て明かししたということは、これ以上御言葉が語えられ、 語れられらないといととうことですですから世の教会が殺されるというのは見言葉がもうこれ以上明かしされないと閉ざされるということですアモス発祥11節から12節を見ても語っておられますアモス発祥11節身をその日が来る神である主の蜜げその日私はこの地に飢饉を送るパンの飢饉ではない」 水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの危機である。彼らは海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求め、雪巡る。しかしこれを見いだせないと語っていますね。そういう時が世の終わりには来るということです。見言葉を聞きたくても、いくら探しても聞くことはできないと語っていますね。それが世の終わりです。 そしてそれが2人の証人が殺されてからの出来事です。ですから、こういう恵みの時、御言葉を受けることができる時に私たちは一生懸命御言葉を蓄えなければいけないんですね。聞きたくても聞けない時が来ると語っているわけです。ですから、 あの牧師先生のメッセージが長いとか面白くないとか思うかもしれません。しかし、この世の終わりの時になったらですね、この私のあの牧師のメッセージだけでも聞きたいなと、そうやって思う時が来るということです。ですから、今この恵みの時代に神様の御言葉をしっかりと御言葉を蓄えておかなければいけないわけです。御言葉の危機の時に私たちはその危機に打ち勝つことができるということを。 悟らなけければいけませんまた、2番目に、教会が閉ざされるというのは、恵みが乾くということを意味しています。教会は、恵みの源であります。目示録16章12節を見ると、えー、第6の見つかいが8を大ユーフラテス側にぶちまけたと。すると、水は、 火の出る方から来る王たちの道に備えるために枯れてしまったと語っています。この火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れたというのはですね、水が乾いたときに戦争が起こったということです。戦争が起こることを意味しています。このユーフラテス川は本当に目に見えるこの川を意味しているわけではありません。このユーフラテス川は この川はエデンの園から始まった川であります。創世記に承受節にありますよね。一つの川がこの園を潤すためにエデンから出ており、そこから分かれて4つの源になっていたと語っています。4つ目の川がユーフラテス川でしたね。エデンの園から始まったユーフラテス川が命の川であり、恵みの川でした。 恵みが乾く、乾いてしまう時が来るということです。そうすると全世界に戦争が起こります。教会がいくら小さく見えてもですね、教会があるのは恵みなわけです。しかし、教会がなくなれば、この世の中には 戦争が起こり始めるわけです。なぜならば、教会を通して恵みが与えられ、教会を通して御言葉が伝えられるからです。しかし、その恵みが乾いてしまうわけです。そうすると、争いしか結果がないわけですよね。それが堕落した人間の姿です。新しいエルサレムでは、命の川が再び流れます。 そして命を受ける木々が実りを結ぶと語っています。しかしその新しいエルサレムの恵みの川が始まる前にですね、少し乾いて戦争が起こる時が来ると語っています。それが世の終わりなわけです。また3つ目に教会が閉ざされると。 殺されると悔い改めることができなくなります。今日の本文を見るとこの二人の証人は荒布を着たと語っています。この荒布というのはいつ着る服かというと悔、えー、い改めるときに着る衣であります。ですから 悔い改めることを意味しているわけですね。御言葉を語ることも2人の証人の使命でありますけれども、もう1つの使命は、えー、取りなしの祈り,祈りをすることを意味しています。荒布を着て悔い改める者として、えー、世の中の人のために、罪人のために、また自分自身のために、全世界の人類のためのその罪のために取りなしの祈りをすることです。悲しみながら神様の前に 代わりに祈ることそれが教会の使命です今日私たちも自分自身の罪のためにも祈りますまた家族のためにも祈りますしかし全人,人類のためにも祈らなければいけませんそういう悔い改めの、えー、使命を私たちが全うしなければいけないわけですまたこの2人の証人が御言葉を語りましたよねなぜ御言葉を語るんですか 悔い改めて神様の前に戻りなさいと。それをみ言葉を、それが御言葉を伝える目的なわけですよね。バプテスマのヨハネも、またイエス・キリストも悔い改めよと語られましたよね。天国が近づいた。悔い改めよと。これが私たちの使命です。御言葉を語り、御言葉を聞いて悔い改めさせること。それがこの2人の証人の使命なわけです。また私たちこの教会の使命です。 しかし、この世の中の人はそれを聞きながらどのように反応しますか目示録11章10節を見ると、2人の証人、2人の預言者ですね。2人の預言者が地に住む人々を苦しめたから、彼らはその死を喜んだと語っています。お互いに贈り物を贈り合いながら、その死を喜んだわけです。喜び 祝いました拍手を送り贈り物を送りながら喜び祝ったわけです。なぜならば2人の証人が生きている時に彼らをえ苦しめたからです。悔い改めなさいと、御言葉を語ることそれは世の中に人にとってはもう聞きたくない苦し,みになっと苦しみだということですね。この「苦しめた」という単語がですね 第2ペテロ2章8節ではこの義人は彼らの間に住んでいましたが不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからですと語っています。これはロトに対する御言葉です。ソドムで暮らしていた時にとてもその罪がはびこっていたためにその義と義人としての苦しみがですねロトは苦しんでいたわけです。ですから義人は 世の中の罪を見ながら苦しむわけです。しかし、世の中の人は、御言葉を受けてください、信じてください、悔い改めてくださいと言うとその、その言葉を聞いて苦しむと語っているわけです。正反対なんですね。あのクリスチャン、いつも悔い改めろと言うと、もう聞きたくないと、そうやって語るわけです、世の中の人は。そして、御言葉を聞いても、悔い改めることはなく、結局はこの2人の証人を殺すことになるわけですね。 愛する皆さんその時代が来ると聖書は語っておられます今私たちがそのような時代に暮らしているわけですヨーロッパやアメリカや多くの教会が閉ざされましたこれ以上教会に行こうとしません御言葉を聞こうとしません天国と地獄ありませんと言うんですね なぜ私が罪人なのかと、なぜ食い改めようというのかと、人々はそうやって言うわけです。ですから私たちは、メトシェラや二人の証人のように、私たちが世の終わりにどれほど近づいているのかをしっかりと悟って、自分自身をまた確認してみながら、この二人の証人の使命を果たしていく信徒となることを、しのみなて祝福いたします。結論的に、 この教会が今のこの時代のメトシラです。メトシラというのはメトシラが死ねば彼が死ねば世の終わりが来るというえ名前の意味なんですけれども、教会も同じです。絵の具を考えてみてください。絵の具がメトシラを生んだ時に神様の御言葉を聞きました。この子が死ねば世の終わりが来ると聞いたわけですよね。その時から悔い改めて神様と300年間共に歩んだわけです。 その共に歩みながらメトシェラをどのように育てたのかを考えてみてください。本当にメトシェラだけを考えながら特別な子供として育てたでしょう。この子供が死ねば世の終わりが来ると。メトシェラの健康と安全をどれほど関心を持って見ながら育てたでしょうか。では、 私たちも教会というメトシェラを私たちも受けましたよね。私たちはエノクがメトシェラを愛したように私たちもこの教会を愛さなければいけません。エノクがメトシェラを本当に一生懸命育てたように私たちも愛して本当にこの教会のために愛まなければいけません。愛する皆さん。 教会をを愛するるここととととが神様と共に歩む道であいいうことを信じてください教会はキリストの体です。イエスキリストの体を愛す,愛すると言われたように、この教会をしっかりと愛しまた、この教会に仕えて、絵の具のように世の終わりに向かって、神様と共に歩みながら変化の祝福を受ける皆さんとなることを、主の皆をもって祝福いたします。 祈ります愛する父なる神様今日も与えられた御言葉のようにこの世の終わりを暮らす時私たちもこの教会を愛しこの教会に使えこの教会のために働かなければいけないということを学びましたエノクがメトシェラを観察し愛し本当に心から育てたように 私たちもこの教会を愛し、この教会に仕えていくことはできるよう祝福してください。教会に与えられた使命をしっかりと全うし、その御言葉を明かしし、また多くの人をこの御言葉の前に導いて、世の終わりを準備する信徒となることはできるよう導いてください。御言葉を聞くことのできない時代が来ると語られています。この平安な時代 恵みの時代に御言葉を学び、聞き、自分の中に蓄えて、しっかりと世の終わりに向かって準備して歩むことができるようにどうか導いてください。また、この教会の家庭ごと、御言葉が多く満たされていくことができるよう祝福してください。そして、私たちの家庭で、 捧げられすべての祈りが神様の前に答えを受けることができるように、絵の具のように神様と共に歩むこの教会のすべての信徒となることができるよう祝福してください。すべてを信じて祈る通りになされることを信じ、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン